三重県立四日市南高等学校は、三重県四日市市に所在する公立の高等学校。通称、南高、または、四南。三重県四日市市の南部丘陵地の一角、途上が丘に所在。三重国体で使用した本格的な競技用の50メートルプールがある。北勢地区では、自由な校風として知られる。1974年30。 県立四日市高等学校との総合選抜制度開始に伴い、四校と同一水準の生徒が入学。ほぼ互角の実績を残し、三重県北勢地区屈指の進学校として知られた。しかし、1995年に21年間に及んだ総合選抜制度の廃止後、学力最上位層が四日市高校に流れる傾向が見られる。現在も文部領土を重んじ、 課外講座を豊富に用意しているほか、部活動や学校行事も活発である。例年、入試の志願倍率が高い。四日市高校より現役志向が強く、基礎制の大学受験が四日市高校より少ないのが特徴。勉学と運動を奨励して、豊かな人間性を備えた、心身ともにたくましい生徒を育てる。誠実、素直、 勤勉の気風を養うと共に開拓者精神を培う。人権を尊重し、差別のない明朗な気風を育てる。個性を活かし、一芸一能を重んじ、才能の開発と発展に努める。品性を磨き国民性、社会性を身につけさせる。2003年度から教員、生徒の意向を取り入れ制服が、ブレザーに変わったで使用されている。 部活動は、ワンダーフォーゲル部は2007年度インターハイで優勝、2008年度インターハイで2連覇を果たした。文化部では、演劇部が県大会で1位、1991年には音楽部が全国大会出場を果たすなどの記録を残している。また、総局部は2019年に県大会で優勝し8連覇を達成している。ありがとうございます。